どうもこんにちは、コールです。今回ですね、サンデーコラボ第5弾ということで、新キャラと、強化されるキャラの解説を軽くしていこうと思います。詳しく見たい方はね、ぜひ一時停止をしていただいてご覧ください。まずは加藤成美、列強化2つにスキブ3つにマシンキラー2つと、完全にマシンヘラで使ってくださいって言ってるようなもんだよね。しかも体力タイプを持ってるから、マシンキラー3つつけれる。ベリキッドが27倍しか出ないけど、こいつ30倍出るんですよ、マシンタイプに対して。だから場合によっては、加藤成美の方が強い可能性はある。で、しかもこいつスキルやばくて1ターン内で受けるダメージ激減プラス最上段横一列ヒドロップに変化なんだね。ってことは加藤成美に干渉化けとかつければもう全然マヘラぶん回せるキャラになると。だからブリキッド持ってない方っていうのも加藤成美ゲットしておけば全然マヘラ用に使えるんじゃないかなと思います。次、白金コンボドロップ1つ、無効貫通2つ。無効貫通2つよ、いいね、普通に強いと思う。で、しかもスキルが1ターン内で2コンボ加算されて火と気ドロップを光ドロップに変化と。継承としても全然使えるキャラ、1体は持っててもいいんじゃないかな、普通に強いし。リーダースキルに関しては、ね、実はそんな強くないんで飛ばします。銀玉コラボの銀さんがいるんで負けちゃいますね、どうしても。で、アムロトール、かっこよさなら今回のコラボで一番なんじゃないでしょうか。で、リーダースキルも正直そこまでなんだけど、何よりスキルが強くて1ターンの間属性吸収を無効化して、木と邪魔を光に、木と毒ドロップを闇に。で、しかも11ターンと。属性吸収無効プラス変換で11ターン。しかも光と闇っていう、この主要ドロップ2つっていうのは、継承としてめっちゃ強いんじゃないかなと思います。次、アリババ、新しく究極進化するキャラです。正直、覚醒は超倍に耐性ぐらい強いのは、他はなんか微妙なんですけど、スキルが、全ドロップを火、光、回復ドロップに変化。2ターンの間はドロップ操作時間が 1.5 倍。って感じなんですけど、リーダースキルが攻撃と悪魔タイプの HP と攻撃力が 1.5 倍、強化ドロップを含めて5攻撃した属性の攻撃力が6倍っていう、めっちゃっていうキャラなんですけど、一応超覚醒後で解説するんで、ちょっとまだ期待してあげて。めちゃくちゃ尖ってんなっていうキャラなんですけど、正直リーダースキルもあんま強くなくて、ただ、スキルが HP50% 減って敵一体に攻撃力かける10倍の闇属性攻撃で全ドロップを木光闇ドロップに変化っていう、なんだろうな、闇メタとかで使えるかもっていうキャラですね。一応面白いキャラなんで持っといてもいいんじゃないかなと思います。次、こいつね、マジで絶対さ、これ読めなくね、最初俺初見でこんな読めるわけないと思うんだけど、三橋隆さん、本当に読めないです。それは原作見てないと絶対わかんないです。リーダースキルは攻撃と体力タイプの攻撃力が3倍、回復力が2倍、光か闇を5個以上つなげて攻撃力が2倍っていう、正直強くないんで、って感じです。で、今回調整が入るキャラで強いキャラが何個かあるんで紹介していきましょう。ここら辺さっき解説したやつなんですけど、シンドバット、そう、今回の強化で多分一番強くなるのがシンドバットなんですよ。リーダースキルの倍率が跳ね上がるんですよね。来た闇属性の攻撃力が4倍、回復力が2倍、で、来た闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が3倍と。どっかのなんか既存キャラに似たようなスキルになると。だからこいつ普通に強いなと思いました。他はなんだろう、正直。他のキャラで代用が効きまくるんで、正直これが強いみたいなのないっす。はい。で、次、覚醒が変わります。まずは犬夜叉。7コンボ強化2コ持ちのマルチブースト。強いね、全然。強いっす。って感じっすね。ただ、バインド耐性ないんですよね。それがなんか痛いかなって感じ。シンドバットは究極進化後か、こんな感じでスキルブーストプラスになって、その代わり2位が1個増えるんですよね。で、2位3つ持ち、スキル封印耐性と。おもろいキャラじゃないかなって思います。で、後ろったら2位増える。2位増える。で、この人も2位増える。で、こいつも2位増える。って感じですね。で、コナンは倍に耐性が増える。はい。本当にこんぐらいなんですよね、今回のキャラ。で、これも、ツウェイ1個増えて、バイン耐性プラスになったよって感じなんだけど、ランマが実はこれ、ツウェイ5個持ちなんで、ちょっとおもろいなって感じ。ただ、やっぱなんか原作版があって、ランマも。で、7コンボ強化も2個持ちで、バイン耐性持ってる、結構強いキャラに変わるんで、わざわざ火にする必要はあんまないかなって感じはしますね。こいつもツウェイ4つになります。はい。で、アリババ、そう、こいつね、一応追い打ちをつけれる。だから、なんだろう。さっきそんなって言ったけど、追い打ちつけれたら、何でも追い打ち持ってたら、とりあえず強いっていう、今あるから、超覚醒使えるソロだったら強いかなとは思う、一応ね。で、この名前読めない人は HP50% 以下強化と倍に耐性プラスのどっちかかな。で、伊藤真嗣は、これも HP50% 以下強化と倍に耐性プラスのどっちかだね。で、俺一個だけさ、ちょっとクレーム入れていい、動画の最後に。この名前読めない人さ、こいつ覚醒見てもらったら分かると思うけど、これ 80% 以上強化なのね。分かると思うんだけど、
80% 以上強化にもかかわらず超覚醒は 50% 以下強化なの。意味わかんなくね。ねえ、ちょずるくない、それ伊藤だけなんか歓迎されてないって感じで、今回は、サンデークラブの新キャラ解説でした。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。